お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。高校で出世しよう。第3回目です。能力が低すぎて、相変わらず前線に行けない高校さん。ひたすら鍛錬をしつつ、時々仕事って感じの状況が続いております。鍛錬を優先なんだけど、お金も貯めておかないといけないんですよね。全能を習得するのに、お金が必要だからね。ま、そんなこんなで、努力を続けていきます。そして、今回は、どんな戦況になっていくのか。最後まで、ゆっくりしていってね。今回、最初に動いたのは、孫権さん。炎章に挑んでます。お、孫権の勝利ですな。はい、即座に奪還に動いたようですね。孫権軍の方が、上手なようですね。3ヶ月後、馬頭が動き出しました。董卓さん、さようなら。董卓の勢力が滅亡しました。曹操も、進軍してきてます。あらら。長老の勢力が、滅亡しました。これで、7カ国の状況になりましたね。時代は違うけど、戦国七雄の状態ですな。馬頭さん、追い込まれちゃうかな？市場を見聞していると、詳細の特技を覚えましたよ。そして、鍛錬の日々。遠く離れた東の地では、小競り合いが続いております。お、孫権さんの進撃が始まるのかな？3ヶ月後、炎章が奪還に動きました。お、奪還成功ですね。小競り合いが続きそうですな。おっと、曹操が横槍を入れてきましたね。孫権対炎章が分断されました。宇津さんを訪ねてみました。天文の特技を習得です。策略の幅が増えましたね。主君から花見に誘われましたよ。この際に仲良くなっておきましょ。2ヶ月後、またまた飲み会です。半年後、また飲み会に誘われました。ありがたいことですね。
ようやく、我が軍も南蛮討伐に向かいます。当然のように、私は弱々なので、戦闘には誘われませんでした。あ、負けちゃった。そして、農村を見聞してたら、工作の特技を覚えました。さらに、農村の見聞で、人徳の特技を習得できました。今度は、工房を見聞してたら、発明の特技を習得ですね。優勝が訪ねてきたので、仲良くなっちゃった。この人、良い印象ないんだけどな。曹操が、馬頭を追い込むのでしょうか？馬頭も、さすがに簡単にはやられないようですね。3ヶ月後、畳みかけているみたいです。馬頭軍、防衛が強いんですかね。といったところで、プレイ時間は1時間が経過しました。今回は、あまり動きがなく、短い動画になりましたね。高校さんは、習得した特技が増えましたよ。順調かどうかはさておき、着実に成長しております。戦争にも行かないし、戦法は相変わらず何もなし。お金は、そこそこ溜まってきましたね。名声や功績は、ほとんど鍛錬してるので、上がるわけない感じ。次回、義兄弟を作れればなーって思っております。そして、今回の能力アップを初期値と比較。まだまだ、弱小だけど、結構上がった気がしてます。それでは、今回はこの辺で。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。